はい、皆さんこんにちは。レック専任講師森田隆二です。それでは、ただいまより、エコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第12。第十二回目の講義ですね。開始させていただきます。よろしくお願いいたします。 本日ですね、第12回目ということなんですけれども、ちょっと画面を切り替えさせていただきますが、本日のテーマは、次期財界総理、日立中西会長と日本経済ということでありまして、1月9日に記者会見が開かれまして、次期経団連の会長に日立出身の中西さんが内定となりましたというふうな発表がなされました。 してでかねてから噂されていたですね、日立の中西さんがですね、大本命ということでだったわけなんですけども選ばれたということなんですよね。で本日はですねこのようなテーマでお話しさせていただきますけども構成ですね。まず1番目なんですけども、 えー、経団連、えー、というのはです、ねまあ、財界総理というふうに言われてたりするんですけどもあ経団連というのはあ、まあ、あ財界の、ねえー、総本山というふうに言われてるんですけどもその会長はです、ね、財界総理というふうに言われてるんですがあ、まあ、経団連ないしは財界総理である経団連会長ですね、えーまあ、どういう、ねえーそのえー、方々なの,のどういう組織でどういうあの、えー、ポジションなのかというのを、ねえー、お話しできたらなと思っております。 それから次期財界総理ということで、まあ、日立政策所の、ね、中西会長ということなんですが、まあ、この方どういう、ねえー、方なのかというところを、まあ、簡単にお話しさせていただきまして、えー、中西さんがですね財界総理となった後にどのような影響が、ね、日本経済に出てくるのかと、まあ、そんなところなんかもお話しできたらなというふうに思っております。で、え、で、ー、でははすすすねねままたちょっといきますけれども、えー、本あのこののお話はです、ね、毎日新聞の スクープから実は始まりまりしてですね日銀総裁人事と並んでですねこの経団連の人事というのはまあ4年に1度のビッグイベントなんですね、まあ、日本銀行総裁はですね5年に1度なんですけども経団連の人事というのは任期が4年ですから、まあ、4年に1度のビッグイベントということになるわけなんですけどもまたもやというような感じなんですけども毎日新聞がねスクープいたしました。えー 2017年の11月16日だったんですけども毎日新聞がですね次期経団連会長に中西氏が固まったとスクープということで,で先ほど申し上げましたけども2018年1月9日ですね正式発表ということでだいぶ前にねスクープとして報じたわけですねでその次の日にね嫁入りだとか朝日だとか嫁入り朝日産系そんなところがね追随して日経は追随しなかったんですけども年末にですね2017年の6月に 年末に日経も中西さんだろうというふうに報じましてですねそして1月9日に至るというような感じだったんですけどね、まあ、毎日新聞という、まあ、新聞がスクープと。 でえー、毎日はですね、まあ、スクープの毎日というふうに言われているだけのことはありましてですねかつてもですねスクープいたしました2005年なんですけども10月に毎日新聞がですね経団連会長に見たらいしキャノンが固まったとスクープということでありましてさすが毎日だなというふうに、まあ、年2回か何回かねやっぱスクープをしてくるということで毎日新聞というのはさすがだなというふうに思いますけども、えーまあ、今回ね毎日新聞のスクープと。 で外れる場合もあるんですよね、まあ、いっぺん、読売新聞はですねといつだったかな、2010年の元旦ですね、えー、当時、東芝のトップの西田さんという方がいらっしゃったんですけども、西田さんが選ばれるだろうというふうにスクープしたんですけども、それが外れてしまって、ですね、えー、三田いさんになってしまったということだったんですけどね、まあ、あの外れる場合もあるんですけども、毎日の,その経団連、会長に関しては、ですね2017、そして2005、これ、的中させているということなんですけどね。 でえー、まあそもそも経団連とは何でしょうかということなんですけども正式名称は日本経済団体連合会というふうに言いましてですね財界の総本山というふうに言われてますねで経済3団体の一つということですねで、まあ、大企業が加盟しておりましてですね1350社が会員というふうになっておりますで財界から長期的な視点で経済政策に対して、えー、提言をするんだと。 まあ、いわゆる圧力団体というふうに言ってもいいかなというふうに思いますけども要は政治家に対して、えー、ですねあるいは政権に対してですね、うんあのまあ、圧力をかけていくということなんですよね、えーまあ、圧力っていうとね、うん、あんまり聞こえがよくないわけなんですけども、まあ、やっぱりその産業界のその考え意見というものをお伝えしていくっていうねとても大切なね日本経済にとってはあるいは日本という国にとっては大切なあそのポジションのそに位置している組織というふうに考えることですね。 ができるのかなとで、私は強調させていただきたいのはね。ここなんですよ。長期的な視点というところで、経済政策に対して提言ということですね。やっぱり長期的な視点というのを、まあ、例えば経団連だったら、政治家の方々よりもより持ちやすいかなということなんですよ。で、どうしてかって言うと次なんですけど、えー、政治家は次の選挙に向けてですね。短期的な視点になりやすいと。 あの政治家っていうのはですね次の選挙で当選しなければですね落あのもう無職になってしまうわけですよねですからよく飲み屋の方なんかとお話しますと政治家にはつけをねツケ、えー、させないというふうに言ったりしますよね、えー、結構なね大物政治家でも落選ということがありますからね、まあ、従いましてね、まあ、政治家にあのというのは落選してしまったらただの人ということですから、ね、政治家ああの国会議員になればですね当選すればですね本当に権限権力これをね 持つとということですし、えーまあ、国の,、ねえー、あの方向性を決める際にも、ね、とっても大切な仕事をするということになるわけなんですけど落選したらただの人とじゃあ落選しないためには何をするのかというとやっぱり短期的な視,野に視点に陥りがちなんですよね。ですから、まあ、例えば 短期的な視点に陥ってですね減税国民が喜ぶような減税だとかですね公共投資をするだとかまあ、そういう風なね政策に打って出がちだということですよねまあ短期的な視点に立った経済政策というのはまあ、比較的国民は喜びますからまあしたがってですねどうしても政治家というのは、うん、長期的視点で言うとどうなのかなというところもあるわけですよねでそれに対して、うん、あの産業界経団連というのはですね別に選挙で支持を得るということは関係ないわけですから。 したがって長期的に視点に立ったですねそういったビジョンをお伝えすることがどちらかといえばできるのかなということでそういった意味ではねあの経団連というのはとてもね大切なポジションにあるのかなと私は考えてるんですけどね。でしかしながらその経団連の地位がですね最近低下しててるとも言われてるんですよまあ例えばですね新興企業ネット企業の台頭ですね。 まあ楽天なんか、楽天とかソフトバンクとか、まあ、そういった企業がありますけれども楽天なんかはですねあの、まあ、脱退してしまいましたね、えー、経団連脱退ということで、まあ、楽天という企業はですね、2016年に東証一部上場企業となりましてですね、まあ、日本ソーダという企業と入れ替えということでね、えーにえーえー、あ、ごめんなさい、日経、東証一部上場企業の中の225社に選ばれたということですね、ごめんなさいね、あの楽,楽天ですね。 えー、楽天は2016年にね、えー、あの日経平均株価を算出する際の企業っていうのは225社なんですよ日経225っていうふうに言うんですけどもその225社の中に楽天が入ってきたということですね日本ソーダという会社が落ちてそして、えー、その代わりに楽天が入ってきたということで、まあ、楽天っていう企業はもう今ノリに乗ってるのかもしれませんけども、まあ、その楽天がですね その楽天がですねこの経団連を脱退したと数年前ですけどねでまあ新経済連盟っていうのを創設したということですねまああの楽天というまあ企業とですねそれから経団連というのはまあ方向性も結構違うんですよまあ楽天という企業は脱原発ということをまあ言っておりましてですねで経団連というのはですねまあやっぱり例えば日立であるだとか東芝であるだとか三菱重工であるだとかあるいは東京電力だとかまあそういった大企業がですね加盟しておりますからあ原発再稼働の路線なんですよ。 どっちかっていうとうですねですからそこの点でもかなり違うということですし考え方もだいぶ違うんですよね楽天の三木谷さんとそれからまあその経団連の方々というのはだいぶ考え方も違いますんで何をやってられるかということで出てってそして新しい団体を作ったということですね。 ですから、まあうん、やっぱりね最近のその勢いのある企業というのがあやっぱりこの経団連から出ていくっていうこともありますので、まあ、どうしてもね、その地位が低下しているのかなとも思いますしあとこの方ですねソフトバンクの、えー、孫社長ですけども、えー、経団連のこの方もですねやっぱり原発推進に反対してるわけなんですけども、まあ、こ,のこの方はねまだ脱退はしてません。経団連脱退はしてませんけどほとんど財界活動はしてないということでやっぱり えーまあ、経団連の地位、まあ、この方がもしね、えー、孫さんがもし経団連を出ることになったら、まあ、やっぱりね経団連の地位がますますひょっとしたら低下するのかもしれないなということですねいまあ、あだにねあの大切なポジションにあるというのはもう間違いないことなんですけどもかつてほどのね、えーまあ、そのポジションではないのかなとも言われたりしてますね経団連の地位は低下したんじゃないのかなと、まあ、こういうご意見もあると。 で、えーまあ、ちょっと話を戻しますけども経団連というのは、まあ、経済3団体の1つであるとういうことになるわけなんですがその経済3団体ってそもそも何でしょうかということなんですけども、えー、まずですね日本経済団体連合会経団連ですね、まあ、これはですね大企業がメンバーになってますね。先ほどど、申しし上げましたけど えっと、1,350社が、ね、会員になっておりますよと大企業がメンバーであるとだから経団連の,その、まあ、政策提言というのはやっぱり大企業寄りにどうしてもなっているのかなというのは、えー、あるでしょうで。それからですね、えー、日本商工会議所ですね。 これはまあトップはです、ねまあ、基本的には大企業のトップがあ今だったら、ねうん、あの新日鉄出身の、ね、三村さんという方が、ね、あの日商のトップに立ってますけども、まあ、日商というのはそもそもです、ね、中小企業が大半のメンバーが中小企業ということですね。まあ、トップは、ね、大企業から選ばれてますけどね。 でそれから、ですね、えー、とあともう1つなんですけども経済同友会ですね、えー、これはね企業が入るというよりも経営者個人がメンバーになるということでこれが経済同友会ということで、まあ、経済3団体というふうに言われたりしております。で、それからですね、でまあ、経団連会長とは何でしょうかということなんですけども財界総理というふうに言われておりまして、まあ、任期は4年ですね。 でまあ、日本の中心となる産業の中心となる企業のリーダーから選出されるというふうになっておりまして、まあ、現役副会長、まあ、経団連の現役副会長で財閥系以外から選出されるという不分立があるんだというふうに書いておりましたけどね、まあ、基本的にですねあの現役の副会長副会長って何人もいるんですけどもその現役の副会長から選びますよとそれから財閥系 からは選ばないっていうねまあそういった傾向があったんですけども、まあ、しかしながら最近はねこの不分離図が崩れ始めておりますね、まあ、例えばあ住友科学というところからですねあの選ばれた方もいらっしゃいましたしえー あのそうですね、えー、それからあの副会長を現役の副会長じゃない方が選ばれたりっていうのが最近は結構後でちょっと触れますけども出てきておりますんで従いましてね最近はですねこの不分率がまあちょっとね、えー、不分率というのが無視されるというね、えー、ところなんかもあるのかなと。 でまあ、経団連の副会長というのが、まあ、なんかこう役職的にナンバー2に聞こえますけども実はナンバー2というのは審議委員会というのがありましてねこの審議委員会の議長これがナンバー2になるんだっていうことですね。まあ、審議委員会というのはその会長の諮問機関になるわけなんですけども、まあ、そこの議長がナンバー2のポジションであるというふうになります。 でではですね、今度経団連のね歴史をちょっと振り返っていきますけどもまあ歴史で言ったらちょっと大げさなんですけども実はねこの経団連というのは2つの組織がねくっついて出来上がった団体なんですね。まあ、2002年のことなんですけども経済団体連合会というまあこれ略して経団連というこちらも略して経団連というふうに言うんですけどもこれは財界の総本山と言われております今の経団連の前身というふうに言ってもいいのかなというふうに思いますけどこことですね こちらですね日本経営者団体連盟日経連というふうに言うんですけども財界の労務部部というふうに言われておりますがこの財界の労務部つまり労働組合に対応するですね経営者団体の全国組織ということなんですけどもこの日経連と経団連がくっついて統合して出来上がったのが新しい経団連と言われるものなんですねこれがまあ今の経団連ですねだから経団連と日経連これがくっついて経団連になったということですねですかね まあこのローム務ブということで、まあ、労働組合の連合というのがありますけど、まあ、そんなところに対する、ね、そういった経営,、えーまあ、経営者組織と労,労働組合に対応する経営者組織ということで日経連というのがあったわけなんですけどもそれとくっついてあの今の経団連があるんだと。 で、えー、ではですね、えー、次なんですけども金も出すが口も出すぞということで経団連ということなんですけどもか、まあ、かつてのの、ね、の経団連のトップっていうのはす、ね、すごかったですね、まあ、例えば石坂泰造さんと言われる方2代目の方なんですけども第一生命のトップだとかあるいはあ東芝のトップだとかやられた方で元役人なんですけどね、まあ、この石坂泰造さんという方はですね、まあ、時の大蔵大臣に対して、まあ、現在でいうと財務大臣ですけども時の大,大蔵大臣に対していろいろ話し合った結果 もう君には頼まないというふうに単、ね、価を切るというねそういった場面も結構あったというふうに言われておりますよねまあ、城山三郎さんというね小説家の方がいらっしゃいますけどその方がもう君には頼まないっていうね、まあ、そういったあそのね本を書かれておりますねそこで石が大蔵さんのね えー、その話があ、まあ、あのストーリーで出てきているわけなんですけども、まあ、興味のある方は読んでいただければと思いますが、まあ、そういうふうなね当時の経団連のトップっていうのはその大蔵大臣に対してそういうふうな、ね、単価も切れる、まあ、そういった何て言うんですかあその、ねえー、口も出すというね、えー、強いことも言えると、まあ、そういった方だったと、まあ、いうことですね。 まあ今ね、結構その榊原さんという方がねあの経団連のトップをやっててということなんですけども、まあ、かなりね批判されてるんですねもう本当に安倍総理大臣の言いなりじゃないかというふうに言われてるんですけどそれに対してもね私はね、まあ、多くの報道とちょっと違うことを申し上げるのかもしれませんけど後でちょっと言わせていただこうと思うんですけどねやっぱりね榊原さんはねあの、まあ、言いなりだ言いなりだというふうに結構ねいろんなところから言われたりもしておりますけどもただねやっぱり立場的にねああならざるをえないのかなとも思いますんでねそれについてもちょっと後でお話しさせていただきます。 それから土峰敏夫さんですね、まあ、4代目になるわけなんですけども、えーまあ、現在の IHI ですね、まあ、昔は石川島播磨重工業という名前だったんですけども、えー、そこの元トップでそして東芝の元社長をですね、まあ、目指しを結構食ってたんで目指しの土峰さんっていうふうに言われたりもするんですけども、まあ、この方も有名でありましてですね まあ、ロッキード事件というのが、ね、70年代にありましたけども、えーまあ、政治現刑を、ね、それを機に、ね、ストップしたりですねあるいは福田武夫総理大臣ですね福田康夫あの元総理のおやじさんになりますけども福田武夫元総理はですねこんなこと言われているんですね私もびっくりしましたけど私は土孝さんに怒鳴られっぱなしだったと当時ね、ね副総理だったんですよ。 副総理の人にですねどんなだけすごい人なんだというふうに思いますけども、えー、まあ土壌さんではなくてドゴーさんだというふうに福田武雄さんはね言われておりましたけどね、まあ、あの元総理当時は副総理だったと思いますけど、まあ、その時にドゴーさんにかなりねえー、怒鳴られたということを言われておりますんで、まあ、当時の経団連というのは <laughs> 金も出すんだとしかし口も出すぞとういうことで、まあ、かなりねやり合う人が多かったのかなと。だからそういういのを知ってる方 だからすするとですね、今の経団連のトップ現突破榊原さんというねあの東レの出身の方なんですけども言い,いなりじゃないかというふうなことを言われるのかもしれませんけど私はねそれに対してはちょっと考えがあるんですけどね。えー、ではですね経団連の会長ですねちょっと見ていきますね。 初代ということで、まあ、これ、経団連と日経連統合後ということなんですけども、まあ、統合前からやっちゃうともうすごい時間かかっちゃいますね、統合後からやりますけども、初代は2002年5月からということで、えー、奥田宏さんですね、トヨタ自動車のトップということなんですけどね、まあ、奥田さんが初代の経団連のトップであると。で、2代目なんですけども、2006年の5月に、三田来藤二雄さんですね、キヤノンということだったんですね。 まあこれもね結構サプライズだったんですよね、御手洗藤雄さん、キヤノンと、まあ、キヤノンという精密機器の,あの会社で、まあ、素晴らしい会社だとは思うんですけども、えーまあ、実は本命はですね、あのトヨタ自動車の長社長ト、トヨタ自動車のね、長さんがなるんじゃないかっていうふうに言われてたんですけども。 えー、しかしながら、まあ、トヨタの奥田さんはですね2代連続ちょっとやっぱりトヨタから出すのどうなるのかなということでまあ御舘さんというふうな感じになったんですけどもだから大本命っていうわけではなかったとしかもねキヤノンという会社はも,うもちろん素晴らしい会社なんですけどもやっぱり、うん、精密機器ということですから、まあ、それまでの経団連というのはそれこそまあ規模のでかい例えばトヨタだとか、えー、あるいは新日鉄だとかあるいは東芝だとかあ東京電力だとかもうとにかく、うんまあうん、あの体力があるというかあ巨大企業を のトップがですね、えー、経団連のトップになるというような、えー、そういったい印象がイメージがありましたんで、まあ、キヤノンというとですね、まあ、もちろん大企業なんですけども、うんまあ、その重厚頂大型の、ね、産業ではないのかなということで、まあ、ちょっとね、うん、そういった意味ではサプライズ人事ということだったのかなと思いますね。 でそれからですね、えー、次ですね、えー、米倉さん、えー、2010年なんですけども、住友科学というね、えーまああのーまあ、先ほどもちょっと申し上げましたけども、あのー、基本的にですね財閥出身というのは選ばれないというのが、まあ、不分立としてあったわけなんですけども、住友科学から選ばれてしまったんですね、米倉さんですね。 まああのこれもね、やっぱりね、あのー、ちょっとサプライズだったんですね、住友化学、財閥系じゃないかと、まあ、住友化学という会社はですね、すあの住友御三家の一つなんですよね、えー、住友銀行、まあ、現在の三井住友銀行ですよね、それから住友金属、まあ、現在の新日鉄住金ですよねで、それから住友化学、これがまあ住友の御三家と言われておりますけれども、その住友御三家から経団連を送り出したということなんですけども、これも結構サプライズだったんですよ。あのー 実はその東,東芝がねこの時ねあの。 選ばれるんじゃないのかっていうふうに言われてたんですね。東芝のあの西田さんという方がね、まあそれこそ先ほどね読売新聞が元旦の時にですね元旦にスクープで、えー、東芝の西田さんになるだろうというふうに言ったんですけど、それあの誤報になってしまったということなんですけども、まあ台本命は東芝の西田さんだったわけなんですけども、まああの西田さんが選ばせれるそして、えー、その財閥出身のですね米倉さんが選ばれてしまったということなんですね。まあこれもサプライズということだったんですけども、やっぱりね西田さんまあ東芝の方 ですけどもあの当時ね日商のトップも東芝で経団連もトップも東芝だったらこれあの東芝からあの2人も出てるじゃないかということで財界のね経済3団体三団体中2人が東芝っていうのはさすがにちょっとどうなのっていうことでとりあえず東芝の,あの大西さんのね ごめんせ東芝の西田さんですね東芝の西田さんはあの、まあ、ちょっと、うんまあ、選ばれなかったということで米倉さんが上がってきたということなんですけどねまあ米倉さんがあー選ばれたっていうのもこれもサプライズ人事とだから御手洗さん米倉さん結構サプライズ人事なんですよねしかもその米倉さんに至ってはですね不分率があったにもかかわらずそれが破られて、えー、それで選ばれたということですからね。 でそれからですね4代目ということで、まあ、東レの坂木原定行さんという方なんですねこの方が選ばれたということなんですけども、まあ、こちらもですねやっぱりねサプライズということだったんですね。あのまあ、日立製作所の、うん、会長あごめんなさい日立製作所のね、えーまあ、そうですね会長だったのかな当時は川村さんという方がいらっしゃったんですけど大本命ということだったんですがその方があの、まあ、いろいろこう 言われたらしいんですけども、まあ、辞退したということでそれであの、まあ、健康上の理由だとか年齢の問題だとかそういうのがあったということなんですけどもあのそれであの、えー、誇示したということでそれでですね榊村さんが選ばれたということでしかも榊原さんはねあの現役の副会長じゃなかったんですよ経団連の現役の副会長じゃなかったんであの不分立といたしましたよね現役の副会長から選ばれるということなわけなんですけども現役の副元副会長なんですよ。だから現役 の副会長じゃない方がですね、選ばれたっていうのもかなりサプライズですし、まあ、あとやっぱりトーレという企業もね、まあ、本当に素晴らしい企業だと思うんですよ。やっぱ炭素繊維というふうに言いまして、炭素繊維の分野だと世界で4割ですよ。あの非常に強い企業で、えー、あるのかなと。で、炭素繊維というのはね、また例えば飛行機にも使われてたり、自動車にも使われてたり、あるいはね、えー、風力発電のブレードにも使われてたりですね、身近なところで言いますと、えー、ゴルフクラブとかね、そういったところにも使われるというのが炭素繊維ですから、それで世界のね、40%の シェアを持ってるってことですから非常に強い強い企業それが東レだと思いますけどもやっぱり規模というとねそれこそトヨタだとか新日鉄だとかそういったところと比べてちょっと小さいんですよね、まあ、2兆円の売り上げ高を誇りますから、まあ、でかいっちゃもちろんでかいんですけどもやっぱり重厚長大型の産業ではないということでそれもちょっとサプライズだったりし現役の副会長じゃないというところもサプライズだったのかなということですね。 まあ、ちなみにね、この米倉さんも、ね、現役の副会長じゃなかったんですよあの表あの、議長だったんですよね、先ほど申し上げたね、評議会議員でしたっけ、審議委員会ですね、審議委員会の議長,の議長から選ばれたということですから、米倉さんはね、住友出身ということで、えー、財閥系ですし、それぐらい議長から選ばれたということですから、これもサプライズということだったわけなんですけどね、で坂倉さんが、まあ、今回、今回というか、4代目で選ばれましたよと。 でまあ、榊原さんに関してね先ほどちらっと申し上げましたけど結構批判が多いんですよね安倍,さん安倍さんの言いなりじゃないかと、まあ、例えばね、えー、教育無償化あるいはあえーえー、っと何でしたっけ 待機児童対策でです、ね、3000億円財界も負担してくれということでそれで負担数返事で「はいわかりました」っていうふうに、まあ、例えば言ったりだとかっていうことでもう安倍さんの言いなりじゃないかと、まあ、あの小泉進次郎さんなんかも批判してたりはするわけなんですけどもしかしながらね私はね言いなりにならざるを得ない状況もあるのかなっていうことなんですね。それはねどういうことかというと、まあ、例えばね米倉さんなんですけども米倉さんっていう方はねあのこの方の時っていうのは。 えー、2010年じゃないですか2010年から20年2014年の4月ということなんで米倉さんの時は本当に、ね、政権とのパイプが切れちゃった時代だったんですよ。 あの民主党とおまあ米倉さんがずっとねこう,いうやり取りしててでそしてまあ2013年の末に安倍政権が誕生するとで安倍政権と仲良くなやるのかなっていうふうに思ったら米倉さんが安倍安倍ノミックスに対してかなり文句言ったんですよね、えー、アベノミックスの金融大胆な金融政策に対してですね大胆な金融政策に対してあんなの無鉄砲だというふうにまあ米倉さんが言ったんで安倍さんがブチ切れたということでまあ,あ政府のねそういった民間化 から民間の方から選ぶそういったいろんな役職に米倉さん選ばなかったりだとかですねもうかなり安倍さんとねそれから米倉さんの仲が悪いというのはもうこれはもういろんなところで言われてたところだと思いますけどもつまり政権とそれから経団連財界とのパイプが切れちゃったんですよあの米倉さんの時代にね。でそれを修復するのが榊原さんということだったんでやっぱりね多少はもう言いなりにならざるを得なかったんじゃないのかなというところもあるんですよね。 あのまあ、かなり,その、ね、やっぱり財界とそ,の、うん、それから政治っていうのはもちろんこう、ねえー今うん、一緒にこうやっていくっていうところはどうしても必要になってくるわけですから、まあ、従いましてねあのそのパイプ切れちゃったパイプをつなぐっていう、ね、そういった役割を私はこの榊原さんがやってきたのかなということで、まあ、よく、ねえー、言いなりだなんだっていうふうに言われておりますけどね、まあ、ただね3,000億円、うん、財界が負担するっていうことに関しては、まあ、ちょっとそれもさすがにどうかなと。 というふうに思ってるんですね財界まとめきれてなかったんですよ あの日本商工会議所って先ほど申し上げましたけどあの日商はですね、まあ、トップはねあの今のトップは、うん、大企業のえ新日鉄のトップの三村さんという方がなってますけども、あのー、基本的に構成してるメンバーはですね中小企業なんですよねですからそのえ日商なんかはですねえ余にししないぞっていぞう,ふうに言ったりしてるんですよね、えーまあ、大企業は確かにアベノミクスで、えー、過去最高益とかって出てるかもしれませんけど中小企業は結構苦しんじゃうということでなんで で,我々までででますね、アベノミクスの恩恵を受けてないにもかかわらず3000億円の負担をしなければいけないんだということでかなりねあの、そういった意味では産業界からも反発が出ているということで、まあ、もう少しまとめてからですね、あのーまあ、3000億円負担するというふうに言えばよかったんじゃないかなと私は、まあ、あのそちらは、ねまあ、確かにそういうふうにも思うんですけども、まあ、しかしながらね、方向性としてはやっぱりこう政権とのね、えー、つながりパイプをね、えー、やっぱりこう、ね、強くパイプをつなぐ とということを、まあ、重視されてた方ななのかなとそれが榊原さんかなというふうに思うんでまあうーんいろんなねところで批判されているようですけども私はまあしょうがなかったのかなとこの米倉さんの後釜ですからね米倉さんと政権はパイプが切れちゃってますからそ,のつなそれをつなぐというね、えーまあ、仕事をされたということで、まあ、これはちょっとしょうがなかったのかなというふうに思いますけどね。 そしてまあ今回第5代目ということで、まあ、今年の2018年の5月からということなんですけども大本命と言われましたですね中西さんがトップに立つということなんですけどね。 で次期財界総理のじゃあ中西さんってどういう方なんですかって言うとまあ現在71歳46年生まれということなんですけども、えー、東大の工学部そしてスタンフォード大の大学院でまあ理系で、えー、修士課程を修了しているということでまあ要は理系の分野に明るいということなんですよねでやっぱりまあ現在そのいろんな技術がありますから AI だとかいろんな技術がありますんでね、まあ、したがってこう理系の方がトップに立つとですねまあやっぱりこう、えー、そういった技術に明るい方がなって いるととうことでそうういいいいいった意味では非常ににいいこととななのかなというふうに思いますねで、まあ、日立の社長そして会長を歴任しましてですねそして財界活動もかなり積極的にそしてえ海外経験も豊富だとそんなところがまあ買われて財界総理に選ばれたということのようですねそしてこの方はですね、まあ、注目すべきところは、まあ、もちろん日立出身っていうのもありますからね日立っていうのは原発メーカーなんですよ。 まあ日立、東芝三菱重工、まあ、日本ではこの3つが原発を作ってるメーカーということなんですよね、えー、それからあまあ世界でいうとね、えー、アメリカだったら GE それからウェスティングハウス東芝が賠償しましたけどねそれからあのフランスのアレバそれからうーん、えー、シーメンスドイツのシーメンスですか、まあ、その辺が原発メーカーとしてあるかなというふうに思いますけどもやっぱりその日立っていうと原発を作ってるというメーカーですから、まあ、従いましてね原発の重要性っていうのは主張するところなんでしょうね。 2013年の株主総会でですね、まあ、これは重要性を強調しております、えーでまあえー、実はここも注目すべきところなんですけども日立出身者がですね経団連の会長になったのは初めてなんですよということですね。まあ、ライバルの東芝はですね、まあ、経団連のトップに遅れ込んできてるわけなんですけども、えー、日立はあ今まで出てないということでそれ自体が結構びっくりなんですけどね。 でではですね今後、中西さんが経団連のトップになるわけなんですけども日本経済どうなっていくのかなということでまず丸一番といたしましてね、えー、安倍首相っていうのはそもそもこんな考え方です原発を重要なベースロード電源というふうに言われておりましてですね原発再稼働というねそっちの路線なんですよね。 まああの元総理の、ね、小泉首相なんかは脱原発ということで、ね、元総理の,あの,、えー、かあの細川さんと、ね、一緒にというのがあったかもしれませんけどもあの、えー、安倍首相はです、ね、脱原発ではなくて原発を重視する、ね、そういった立場と、まずえー、そういった意味では、ね、中西さんと方向性が一緒ということなんですけどね。 で中西経団連会長ですけども日立出身なんで先ほどちらっと申し上げますけど世界有数の原発メーカーなんですね日立っていうのはですからそこ出身ということですからもちろんね原発重要だよっていうね、そういった立場なんですよ。ですからねこれがね例えば、まあ、楽天出ちゃいましたけども、まあ、楽天の三木谷さんなんかは反原発脱原発ですからね。だから、あ,の、まあ、あるいはソフトバンクのね。 孫さんなんかがもし経団連のトップに立ったら、まあ、あの脱原発の方ですからねやっぱり、うんえー、これから原発原発っていう風な流れにはなっていかないと思いますけど日立の中西さんということですからこれから原発原発っていう風な流れにどうしても日本経済はどっちかというとそっちの方向性に傾いていくのかなというふうにね想像されますね。 それからねここもね忘れちゃいけないところでありまして、まあ、中西さんが副社長の時に川村さんが社長だったんですねでその川村さんという方は今日立を辞められまして名誉会長かなんかだと思いますけども東京電力の会長になりましてですね元日立の社長そして名誉会長なんですね。 でこの中西さんとだから川村さんんんと川村っってて一緒に、ね、やってたんですよ中西副社長、川村さんが、ね、中西さんが海外に行ってたの、まあ、あの子会社のトップだったのを、えー、日立に戻してということだったと思いますけど、川村さんが社長の時中西さんが副社長でということで,で日立というのを、ね、V 字回復させたんですね。 2009年のね3月にまあひとちという企業はですね7873億円の大赤字最終赤字ですねこれ出したんですけれどもまあ戦後、メーカーでいうと最大規模だったと思いますねまあ東芝が今回抜いちゃいましたけどもえなそれだけの大赤字を出したとしかしながら V 字回復をこの中西さんと川村さんでしたということなんですよねだからももうううう一緒ににここやってきた中でもう本当にこうね。 維信伝信というような感じだと思いますけどでその河、ねえー、村さんが。 東京電力のトップにいるわけですからね、まあ、従いましてね、えー、私はこういうういいいい方向性にに今後ななっていくのかなというふうに思いますね原発推進の流れにいくのかなとそして原発輸出が増えるのかなと、ね、安倍さん中西さん河村さんというね、えー、そういった方が、えー、原発を重視している方がですね日本経済のそして、えーまあ、政治のトップに君臨しているわけですから私は今後の流れっていうのはねこっちの流れになるのかなというふうに思ってるんですけどね。 2、えー、つ目、なんですね、えー、やっぱり経団連という、ね、組織はやっぱりこの、ね、中国っていうのを、ね、とっても大切にしてるんですよねで、なぜならば重要な貿易相手国なんですよ。 やっぱ安倍さんという方は、ねまあ、自民党の清和会出身ですから清和会というところはやっぱり、うん、アメリカと仲良くしようとでどっちかというと中国とか韓国とか、ねえーまあ、ちょっと距離を置くというそういったタイプの組織ですよね。ですから、まあうん、アメリカべったりというような感じになってで中国とはあまり仲良くないというのが安倍さんですけども、まあ、特に韓国とも最近はあ,あまり仲良くないですよね。ですから、うん、やっぱり、ね、経団連といいたしましまてはは、ね、中国っていうのはもう本当に お客さんですからねだってマーケットがもう巨大ですよ13億5000万人ですからね自動車で言ってもね2000万2500万のね自動車の販売台数があるそういったマーケットなんですよね日本なんてもう500万台ですよ バブルの時はね7八百8 0 0万台その自動車日本国内でも売れたんですけどね、えー、もう今はもう5 0 0万台500切る時もありますね500万台切る時もあります景気が悪い時なんかねですからもう日本国内っていうのはマーケットが縮小してきてきるんですよ今はまだ1億3000万人近い、えー、あの人がいますからあれなんですけども、えー、それが1億を切り、ねえー、9000万人を切りっていうふうになってったらですね日本国内のマーケットでね、えー、日立とかあるいはトヨタとかやってられないわけですね。やっっぱり中国っていうのが大切 ななってくるわけなんですよでその13億5,000万人の方々っていうのはですね、えー、これからまたますますね今はもちろんね金持ちの方もいらっしゃいますけどまだあんまり金ないぞっていう方もいらっしゃるわけなんですよ。でそういった方がね、えー、結構金持ちになってきたらですね中流層に上がってきたらですね今以上に物が売れるわけなんですよ。そもそも13億5,000万人のマーケットそして金持ちがだん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 今以上に増えてくればですねもっと買ってくれるということでやっぱり中国のマーケット っていうのは重要視してるわけなんですよね。まあ、現にまあ、年によって変わりますけどね。日本の輸出相手国としてまあ、最近だったらアメリカなんですけども、またアメリカがトップになってきてますけど、やっぱり中国アメリカっていうのは総璧なんですよね。やっぱりこう中国にやっぱり、これからどんどん売っていきたいっていうことなんですよね？ ですから、まあ、本当に自動車でいうと、ね、2000万2500万という、ね、そういう、ねえー、台数ですよ年間売れるのがねだからそこで、ね、例えば10%取るだけでも250万台取れますからね、まあ、従いましてね、まあ、中国のマーケットっていうのは、えー、日本の産業界の人からしたらです、ね、本当にやっぱりとても大切な、ね、マーケットになるわけですから、えー、従いましてね中国これから大切にしたいということで中国との関係今あんまりよくないですからあこれから関係 改善に、ね、どう動いていてくのかそこがポイントですねだから中西さんがです、ね、あの安倍さんに対して、ね、もっと仲良くしてくれよとそういうのを、ね、プッシュどれだけしていけるのかというのがポイントになってくるのかなと。で中西さんはね以前こんなこと言われております。私は首相にも言うべきことは言いますよというふうに言っておりますのでもっと中国と仲良くしろよということを、まあ、中西さんが言うのであればです、ね、これからまたちょっと変わってくるのかなと。 かつてねこういったこともあったんですよ。 まあ、経団連の初代トップの、ね、奥田さんなんですけども奥田さんは、まあ、小泉さんと、まあ、良好な関係だったと思いますけども、えー、小泉元首相という方もやっぱりね靖国参拝というね安倍さんと同じ路線で靖国参拝っていう、ね、ことをしたいという方だったんですけども奥田さんが靖国参拝に対して釘を刺してですね日中関係回復に動いたっていうね、えー、こともあったんですよね。ここういったことをででですすね、ね、今回中西さんがです、ね、安倍さんんが安倍に対してできるの かどうかねえー、私は師匠にも言うべきことは言いますよというふうに言われてた中西さんなんですけども、まあ、この奥田さんが、ね、や,やられたようなことを、まあ、安倍さんに対しても、ね、やっていくというのがね、えー、あるのであればですねだいぶ日中関係ひょっとしたら、うん、改善するのかなというふうにも思いますけどね。 でえーまあ、中西新会長というのは、ですねやっぱりこの五輪後です、ね、日本経済の経済成長の日本のの経済成長の鍵を握ってるのかなというふうに思いますね。まあ、やっぱりね、あのーえー、今、あの今まだオリンピックがあるから、ですね、えー、オリンピックに向けていろんな需要が出てくるだろうから。 ねえー、っていう期待感もあ,あ,あって株価も上がってますし、えーまあ、もそもそもね、えー、企業の業績がいいっていうのはもちろんあるわけなんですけども、まあ、それからそのオリンピックの時は需要が出てくるだろうということで本当にね、あのー、それに向けてですねいろいろこう、まあ、スタジアムを作ったりだとかホテルを作ったりだとかいろんな、ね、ことをやってますねで今景気は結構いいわけなんですけども、まあ、しかしながらオリンピック終わったらどううなっちゃうのかなっていうことなんですよねだからオリンピック終わった後も日本経済を成長のその、えー 経路に乗せていくっていうのはやっぱりねこの中西新会長が鍵を結構握っているのかなというふうに思いますね。 でまあ、中西さんはね先ほど申し上げましたけど理系出身ということですから、まあ、例えば AI だとかそういった新しい技術に対しても明るいということなんで例えば原発と AI っていうつなげてくるだとかねそういったあの新しい、ね、その融合なんかも出してくるのかなということですから、まあ、そういったところの期待感はありますよね。まあ、従来の原発だったらやっぱ怖いですけどもやっぱり AI とつなげていくというふうになれば安全な原発っていうのがねひょっとしたら分かりませんけど私はね技術に関しては分かりませんけどそういった、えー、ことも可能であればですね それは、まあ、あいいのかもしれませんした、ねまあ、従いましてね、えー、その経団連の,その、ね、今後の動きっていうのも、まあ、日本経済にもかなり、ね、影響が出てくるのかなというふうに思いますんで、まあ、私としては注目するべき事柄なのかなというふうに思っておりますけどね。 まあ今後ね、えー、いい方向性に、えー、日本経済が向かっていけばいいなというふうに思いますけれども、お今後ね、しっかりとおこの県団連の動き、えー、も見ていきたいかなというふうに思っています。えー、それはでは、ね、本日の講義ですね、これでこれで終了とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした